和歌山市のあず島と出島を結ぶ木の川にかかる新たな南大野瀬橋が完成し、今日夕方、供用が開始されました。和歌山市のあず島と出島を結ぶ木の川にかかる南大野瀬橋は、旧橋の上流側に建設され、今日午後4時に供用が開始されました。旧橋の老朽化などに伴い、県が平成28年度から およそ63億円をかけて整備しました今回の共用区間は500メートルそのうち橋は全長387.5メートルで幅3メートルの車道が2車線とその両側に幅3メートルの歩道が設置されています新たな橋によって安全な車両の交通歩行者や自転車の利便性の向上が実現し奇襲大橋など 木の川に架か,かる周辺の橋の渋滞緩和への効果も期待されています。なお、旧橋はおよそ5年かけて撤去される予定です。